神原めぐみです。よろしくお願いいたします。今みたいな暑い夏のことです。林さんたちは会社のレクリエーションっていうことで朝からバスに乗り込んで、みんなで太平洋側のビーチに向かっていたそうです。お昼前には到着してみんなでランチを済ませた後、夕方のバーベキューまではみんな自由行動っていうことで、みんな思い思いのことをしていました。海で泳ぐ人、ビーチでのんびりする人。林さんは仲間内で釣りをしようっていう話になっていたので、持参した釣り道具を持って近くの堤防に向かったそうです。その釣りをする仲間の一人に松田という男がいました。林さん、正直この松田のことが好きじゃなかった。会社でも仕事はできないお調子者っていうことで、ちょっとみんなから疎まれているような存在でした。ああ、いつも一緒か。まあ一緒にやるわけじゃないからいっか。そう思いながら堤防に到着したみんなは、釣り糸を垂れて釣りを楽しみ始めました。そしてしばらくすると、どこからともなく、自分いかがすか?自分いかがすか?って、何やら男の声がする。なんだろうって見てみると、真夏のビーチですよ。上下黒のスーツを着込んで、革靴で、髪の毛もバシッとまとめ上げたサラリーマン風の男性が、新聞いかがっすかって、新聞を売ってるんですって。なんだあいつって思ってると、一人一人に声をかけて回ってきたそいつは、林さんの方にもやってきて、新聞いかがですかって、貼り付けたような満面の笑みで新聞を売りつけようとしてくるんですって。いやいや、そういうのいらないよって断ると、そうですか、じゃあ失礼しますって言って次のやつのとこに行った。何だったんだろうなあいつって思ってると、後ろの方から、何新聞面白そうやな、俺買うわって声が聞こえた。えって思ってそっちを見ると、松田なんです。もうあいつ変なやつに声かけんなよなって思ったけど、もうやはほっとこうってそのまま釣りを楽しんだ。そしてしばらく釣りを楽しんだ後、そろそろ時間だからビーチの方に戻ろうかってなった時に、そこに松田がいないことに気がついたんですって。あいつトイレかなって、ちょっと待ってみるんですけど、5分経っても10分経っても松田が戻ってこない。もうあいついい加減にしろよって思ったけど、しゃあない、じゃああいつの荷物も持ってビーチに戻ろうっていう話になった。そしてビーチに戻ってきて、そしてバーベキューをみんなで楽しんだんです。でもその間も松田さん戻ってこない。そしてバーベキューが終わって撤収しようっていう時になっても、やっぱりそこに松田がいないことに気づいて、さすがにちょっとやばくないかって なり始めた。そしてみんなでビーチを探し始めるんですが、やっぱり松田さんどこにも見当たらない。ここまで来て、さすがにちょっともうやばいぞっていう風になって、警察に通報したんですって。そして警察に来てもらって、一同でビーチをくまなく探してみるんですが、その日は松田さん見つからなかったんですって。それから3日ほど経って、近くの海に浮かぶ松田さんが見つかったそうです。林さんたちは数名で松田さんの葬儀に向かうんですが、ご遺族の方から変な話を聞いたそうです。海に浮かんでいた松田さん、死因は溺死じゃなかった。直接的な死因は、口の中パンパンに詰め込まれたぐしゃぐしゃの新聞による窒息死だったそうです。水で文字はかすれてもう読めなくなっていたそうですが、それを聞いた会社で変な噂が立ち始めたそうです。なあなあ、
その松田が口に入れてた新聞って、あの時買ってた新聞だよな。あのビーチにいたあのサラリーマン風の男って、あれ、死神だったんちゃうかな。あいつから新聞買ってたら、もしかしたら、俺らも。あの新聞には何が書かれてたんでしょうか。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。お聞きいただきましてありがとうございました。このお話はですね、いつ頃聞いたお話だったかな、結構前にお客さんから聞いたお話だったんですけども、いわゆるその死神が出てくるようなお話で、死神らしき存在が出てくるようなお話で、私もすごく好きなお話です。すごく不気味ですよね。その新聞何だったのかなってすごく気になるお話だし、この時期にぴったりの夏、すごく夏らしいお話でもあったのかなと思いました。んで、何ですかね。この話はですね、怪談最強戦の2022の、ズーム予選でお話しさせてもらったお話です。その時に、その時は5分だったんですけど、その時にお話しして、この話で勝ち上がることができたっていうお話です。すごくちょっと思い出深いお話でもありました。なんて言うんですかね、その死神っていうテーマで聞くとやっぱこう病院とかが多いのかなっていう感じはするんですけども、その真夏のビーチに現れたその死神らしき男、不思議な存在とか、ちょっとやっぱこうその場に、なんていうかな、似つかわしくない存在っていうのはなかなか不気味さがありますよね。こういうお話も、今後もなんか集めていけたらなっていう感じで思っております。今回もね、お聞きいただきましてありがとうございました。っていうか最近ほんとちょっとね、動画の更新が全然できてなくて、ちょっとやべえなーっていう感じなんですけど、で、これから、なんか、私の怪談だけっていうコンテンツ、怪談のめぐみチャンネルとは名乗っておりますけど、自分の怪談だけじゃもちろんもう、なんていうかな、続かないので、ちょっとこれから本当いろんなことやっていこうかなっていうことは考えてまして、それこそ最近っていうか、もう何年も前からですね、結構、ホラー映画を見に行ったりとか、それから、アマプラでもそのホラー映画を結構見たりとかしてるんで、その映画レビューとか、それから好きなアニメーションのレビューとか、そういうこともね、ちょこちょこしていきたいなって思ったりしてます。それからもちろん他の怪談のプレイヤーさんとのコラボレーションとか、そうですね。あと最近やってることで言うと、ちょっとダイエットし始めたので、そのダイエット記録とかね、いるのかな、わかんないけど、ちょっとやっていこうかなって思ってます。そんな感じでね、ちょっとコンテンツ盛りだくさんになってはくるのかなと思うんですけども、それも合わせて楽しんでもらえるようにちょっと頑張っていきます。よろしくお願いいたします。ではでは、またねー。おつめぐ。